続いてはサッカー J3 カターレ富山は新メンバー11人を含む今シーズンの新体制を発表しました。この新チームで今年こそ J3 優勝を目指します。富山市で行われた新体制の発表会、今年は初めてサポーター向けの発表会となり、会場にはおよそ350人が詰め込みました。今年のチームに期待することは何ですか？ J2 昇格することです。ガンガン点取って、J3 優勝してほしいなと思ってます。新しい体制は新加入選手11人を含めた26人となります。中でも注目は昨シーズン J3 でリーグ4位の15得点を記録した FC ユナイテッド FC 福島ユナイテッド FC のフォワード竹颯選手。竹選手の加入によってリーグ2位だった得点力をさらにアップさせ J2 昇格を狙います。はっきり言います。 J3 で優勝を狙います。新チームは来月から高知県で冬季キャンプに臨みます。サッカー J3 のカターレ富山が新しい体制の発表イベントを開き、足立亮監督が J3 優勝を狙って覚悟を持って戦うと意気込みを語りました。富山市で行われた新体制の発表イベントは今年から一般に公開され、270人のサポーターが駆けつけました。山田昭弘社長が新シーズンのスローガンを発表しました。カターレ富山、新スローガンを発表いたします。新しいスローガンは焦点心一つにです。ズバリ J3 優勝、そして J2 昇格です。昇格受け負いゴールキーパー岡弘樹。続いて足立監督や新たに加入した11人を含む選手26人全員がステージに登場しました。はっきり言います。 J3 で優勝を狙います。できないことを言ってるつもりもないです。覚悟を持って今シーズン戦っていきたいと思います。また今日は新しいユニフォームもお披露目されました。頂に向かって登るように J3 優勝を目指すという決意を込めて、立山連峰の景観に重ねたデザインとなっています。多少のプレッシャーはありますけど、昨年と変わらず自分らしいプレーをして、今年は必ず昇格できるように、背番と同じ10点取れるように頑張ります。今年は富山の皆さんと、チームとしても個人としても頂点取りたいと思います。カターレは明日から全体練習を始め、3月8日にアウェーで行われるガイナーレ鳥取との開幕戦に備えます。去年以上に期待が持てました。トップ取るぞと、J2 上がるぞという意気込みがすごく感じられてよかったなと思います。新しいシーズンで新しい人たちもいっぱい増えて、どんなサッカーになれるのかなと思って期待しています。カターレ富山は例年新加入選手の発表などを記者会見の場で行っていましたが、今年はサポーター270人を会場に招待しました。カターレの今シーズンのスローガンは頂点心を一つに。会見では J3 福島ユナイテッド FC から新たに加入した竹颯選手など選手26人と監督らがシーズンへの意気込みを語りました。最初からガンガン攻めて点取って勝って、で優勝まで行きたいと思ってますけどね。そんなメンバーが集まってくれたかなと思ってます。何としても J3 で優勝して、で J2 昇格を果たしたいと思ってます。カターレは明日から新チームでの練習を開始し、3月8日のリーグ開幕に備えます。